浜村増六五世五世、浜村増六明治四十二年十一月二十五日は、明治期の日本の天国家である。名は広氏、字は、有高、増六を講し、別号に、無都賀道人、長中屈主人。通称立大ら、六区二広前出身。三谷大谷の次男として生まれ、東欧義塾で洋楽を収めた。二十三歳の時上京。 金込みの功に天国を学び、その後四世、浜村増六の門下となる。四世増六に警子がいなかったため壊れてその養子となり、明治27年5月、浜村増六を継ぎ、長らく向島に住む。各地を有歴後、二度にわたって、新国を訪問。公位ら政治家と、信仰した。またご小席や助産家の絵と交わり、その奥義を伝えられる。 このため浜村家に代々伝えられた陰法が変容したとされるが、四世増六の時、代々伝えられた隕石類が火災で消失したことが原因とも考えられる。諸世、増六以来の最大の隕人と称された。石印以外にも、陶員や、金印の政策も巧みであった。隕面、中継、色彩のすべてに優雅な味わいがあり、人気を博した。犬飼武 コーダ・ロハンなどの名流がその印を用いた。門下に石井並び石がいる。明治42年11月25日、長地伏のため病没。去年45、柳中天皇寺に墓がある。新聞修正明治編年史。第14巻 P175。ありがとうございます。